それで、もうまとめですが、ちょっと最後に文句も言っとこうと思って、そのガウス単位系はやはり、特に理論やってる人たちは、なんかやっぱりガウス単位系好きだと思ってる人が多くて、で、イプシロンゼロ、ミューゼロはなんか単に数値、なんか変換定数みたいな、物理的な意味をここに置かないように意識的にしていたり、それからその D とか H もガウスでは別に独自の意味を持ってるわけではないので、これらは意味がない、物理的意味がなくて単にこれ補助場だ、計算のため のなんか補助だっていう言い方をして、電磁気の体系性を非常に大きく失う傾向にあります。高校の物理からも D とか H をなんかなくそうみたいな論を張っている人もいます。で、大学の教科書でもガウス単位系が良くて研究者はガウス単位系を使うべきだみたいなことを、大学院レベルの教科書はガウスであるべきだみたいなことを書いている教科書は最近出て21世紀になってからも出ているということになります。から特に磁性の世界でもこれもよく知られていることですけれども、磁性はそのさっきのガウスの時代からの歴史がありますから、なんだか古いものが好きで、なんかガウス的なものを残してここはなかなか改善が進まないというのが現状です。これは最後の本当のまとめですが、やはりマクスウェルは光速を発見したというのは、いろんなことの、我々今携帯を使っていろんな通信をしていますけれども、電磁波を使って、マクスウェルから十何年後にヘルツという人が電磁波を作る方法を考えたわけですけれども、マクスウェル何もないとこからそういうことを思いついて、光は電磁波だと言い、あるいは電磁波が存在する、その電波があるかもしれないと予想したわけですけれども、何もないところからこういう近代科学が出発したということになります。で、電磁気の乗数、特に Z0 を考えることは非常に大事だというふうに思っています。先ほどの佐藤先生との、ディスカッションやってますけど、Z0 の解釈をどんだけ深くできるかというのが非常にポイントになっています。それから、その単位系の混乱はやはり早く終止符を打つべきで、私は一番不幸な人間で、大学に入った時に2つの単位系にカツンとやられて、今がやっと なんとなく分かってきたなという、55年もかかってるわけで、これはちょっとまずいなという気がいたします。で、2018年の SI の改定度は非常に良くて、本当に素電荷で素電荷の暗黒分が1クーロンだっていうことは言えるので、そのミューゼロイコールなんちゃらという説明をしなくてよくなるので、それだけでも随分電磁気の教科書を書いたりするのも書きやすくなるかなというふうに思っています。で、単位とか単位系っていうのはやはりよく考えると自然現象を記述するための言語で、なんかおまけで刺身の妻のようなものではなくて、この単位系変えたら式が変わるということは、やっぱりその自然の認識を別の認識をしているということになりますので、これを共通化するというのはとっても大事なことかなというふうに思っています。で、そういう意味で SI というのは先ほどのフランス革命の精神じゃありませんが、みんなが同じやり方で同じものを見られるようにしようっていう壮大な革命の精神をとっているものですから、これやっぱり大事にしていく必要があるのではないかなというふうに思っています。うまくお話ができたかどうか心もとないですけれども、ご清聴いただきましてどうもありがとうございます。この先生に花束を贈って準備がございますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。